本当はね、着ようと思ったのにあまりにもよしこさんギリギリに来るから着れなかったよ。ごめんなさい。電車が遅れたりね。着ようと思ったんです私、ね、お土産。昨日の夜はあのセネガル戦で盛り上がりましたけどもね。はい、どこ行ってらっしゃいました？はい、あちこちで。はい、オランダは5時間番組提供とかいろいろ喋っちゃいましたよさっき。あ、そうですね、はい。2018年いろいろ2018年、はい、6月25日月曜日になり午後2時です。はい、午後2時になりました。はい、はい、まず番組提供、浅草花屋敷さん、そして、企画は、東京 M3、株式会社東京 M3、そしてあ、提供もう一件ですね、梅の旗農園梅干しさん、はい、大事なところを言い忘れました。はい、はい、ということで、はい、今日も始めますが、はい、C-WAVE、東京都足立区北千住にあります C-WAVE 局よりお送りします。ね、もうなんか今日はなんかどっかね行ってらして、もう2週間ぐらい行ってらしたんですか。ちょうど2週間です ね、うん、ヨーロッパ、そうヨーロッパですね、北欧と、うん、なんかもうぐちゃぐちゃそうですか、うん、バタバタでしたけど、うん、5時間トランジットでアムステルダムで、うん、飛行機取れなかったんですね、直行便がフィンランドの。それで、1時間ぐらいアムステルダムのな街の中、そこはなんか昔の中国みたいに自転車がいっぱいでびっくり状態 で、うん、でヘルシンキは友人がいて、でかなりそれでこのお土産を買ってきてくれたわけ、ね、そうヘルシンキから電車でロシアに入って、いやいや、それがねすごい、ちょうど初日が、2日目だったんですけど、夜中ちょうど勝って、はい、うわーって夜中とかすごい大騒ぎしてて、街中街中っていうかね、まあ日本よりは騒がしい感じで、なんかかなり盛り上がってました。あ、そうなの、これワールドカップ、そう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 、ワールドカップを見に行ったの。うん、違う違う違う、で偶然噛み合っちゃったんですけど。あ、そうなんですか、うん、でこれはミカさん、ロシアはみんな赤だから、うん、赤が唯一 L がこのサイズであって、あ、いや、ありがとうございます。もうね、そう、すごい赤でしょミカさんはと思って赤を買ってまいりました。ありがとうございます、はい、もうちょっとで還暦だから。あ、違ういやいやいや、そう、あのね、赤お似合いじゃないですか、うん、たまに赤、好きですよ、うん、赤好きですよ、切られてね、はい、うん、ということで今日着ようと思っても準備万端で、これをフェッてないでパッて着ようと思ってT シャツ、赤い T シャツ、早く持ってこないかな。ちょっと開けてみて、開けてみてください、はい、そしてですね、今日の、はい、あのゲストさん、はい、前回6月11日は、はい、あの収録でねお流しさせていただいて、ご覧になっていただいた方もあのお分かりかと思うんですけど、あのヘアブラシ あの製造メーカーさんで2代目で、はい、3代目です、ね、収録だったんでお会いしましたよね、うん、あのそうですね、あのちょうどすれ違いというか、はい、うん、であのブラシつながりで、はい、そうだ、もうもっと前からお知り合いというか、あの本当にね、あの素晴らしい出会いをいただいている回があったんですけども、よかった、似合う、やっぱり。ありがとうございます。うん、ブラシつながりということで、はい、化粧ブラシのね、はい、スタート、はい、なんと日本の、まあ今いや名だたるいろんなブランドさんが使っていらっしゃる、はい、化粧ブラシあるんですけれども、そのルーツとなったブラシを製造されたあの会社さんの今2代目としてね、本当に頑張っていらっしゃるご活躍の、ね、はい、ご活躍の、はい、田口ゆかりさんとおっしゃるんですけども、はい、有限会社、グリフ田口さんということでね、はい、代表取締役の田口さんお呼びしましょうかね、はい、はい、ではあの田口さん、田口ゆかりさん、よろしくお願いいたします。どうも、はい、はじめまして、久しぶりまして、どうもはじめまして、よろしくお願いします。話題さんが遅いから名刺もなんかもう出しておいたからもう出した、はい、今日はね本当お忙しい中、ありがとうございます。ね、めちゃめちゃ暑くなりましたね今日はね。着るもん困っちゃって、あ、そう、はい、急にね雨が降って、ね、その後急にこういう風にね、うん、あと電車も遅れたりして、そう、汗かいたりして、すいません。いえいえ、こちらこそ申し訳ありません、バタバタと、はい、いただいて今日はありがとうございます、ありがとうございます。高級イメージが私にとってこの熊野筆ってね、あのね、はい、広島に行くとねデパートなんかもいっぱいいろんなメーカーがあってね、はあ、憧れちゃって、ありがとう、
たまたまね、4年ぐらい前にね、うん、母の日にね、娘がね、熊野筆のね、チークをくれたんだ。黒に塗ったね、うん、重たいなくて使えないの、また。あ、そう、使ってください。そうなんですね。使ってください。道具ですから、使ってあげて、ね、使ってなんぼですね。はい、確かに。ご自身も熊野のご出身なんですか？いや、私は秋田出身で。そうなんですか。はい、あの熊野って言いますと、広島県、はい、ね、秋郡熊野城ですね、うん、はいはい、でもあのルーツたどるとやっぱり和歌山の熊野古道の方からこう来てます。だからやっぱり関係あるんですか。ただあの、うん、関係ありそうなんですけど、はい、なぜ秋郡の熊野町の熊っていう字が、はい、あの熊野古道の熊と一緒なのかっていうと、はい、あの実は本来であれば秋の隅の方にあったと。その隅っていう字を熊って読みますよね。あ、墨、はい、墨田川の墨じゃないけれど、あの字を、まあ、もじったというか、それで熊の町なんですよ。だから偶然なんですけど、結局あの、まあ、農閑期というのいわゆる暇な時に出稼ぎに行って和歌山の方であの筆を作る技術をみんながこう持ってきて、でそこで熊野町では筆が栄えたというか。でも今やね、はっきり言ってその熊野筆って言ったらもう秋のその広島の熊野筆の方がもうシェア的にもすごく有名ですよね、世界的にもね。人口が多かったんですね、扱う人は。そうですか。で熊野筆っていうと、え、熊の毛ですかって言われたりもするんですけども全然、え、痛いでしょそれみたいな感じで。なのであの熊野筆でも何の毛を使うかによって柔らかさが違うんですね。そうですね。で主にはこの化粧こう毛筆の筆ではなく、あの化粧用の筆が多いんですよね。今はあのなでしこジャパンさんが、まあ、国民栄誉賞の副賞としていただいたっていうことで、あの化粧化けとして有名ですけど、まあ、うちの父が、まあ、アメリカの会社からこういうの作ってくれないかって言われて預かったものがとってもいいものだったんですけど、その当時はもう全然あの秋郡熊野町でも化粧化けをやってなくて、毛筆しかなかったんです、うんうん、まあ、筆を使う、はい、いわゆる書道で、ね、お父さんは職人でもあったわけですか。職人ではなくて、その当時は、うん、あの商社に勤めてまして。そうですか、はい、うん、でまあ、父もあの出身秋田なんですけど、うん、商売を持って、まあ、大阪行ったり、あの千葉松戸なんですけど、うん、に来たりしていて、でその時にあの商社に勤めてたんですが、うん、それを担当したのが父 で、うん、でなぜ熊野に行ったの、うん、なぜ秋郡熊野町に行ったのって聞いたらば、うん、教科書に載ってたって言ってました。あ、うん、筆の、ね、名産ということで、うん、はい、だから筆を扱ってるところに行けば、うん、なんとかその化粧化けを作ってくれるんじゃないか、うん、アメリカが。じゃあなんとなくこう今 の、 その熊野筆 の、 もうその美容業界とかすごいブームじゃないですか、何年も、うん、これの火付け役というのはそのお父様がこう、うん、大きな、まあ、うちの父が行ったから少し早まったかもしれないですよね。あ、なるほどね。将来的には誰か行ったかもしれませんけど、ははははたまたまうちの父が行って、でもう毛筆しか作れないからそんなの無理無理無理って、もう断られまくってたんですけど、ははは、まあ、ちょっと面白いエピソードがあってですね、で、まあ、やっていただくことになったんです。ちなみに、はい、そのまあ、チークであったりとか、うん、そのふさふさした、はいはいはい、あの毛は何の毛なんでしょうか。あのふわふわっとした毛は、うん、リスの尻尾です。あ、リスの尻尾。うちのブランドはリスの尻尾を使ってます、うん、でも、まあ、熊の筆全体で言うと、うん、馬の毛だったり、うん、ヤギの毛だったりします、うん、でランクがあります、毛によって。なるほど。口紅のブラシはイタチの毛ですし、うん、口紅はイタチなんですね、はい、こうしっかりはっきり描きたいっていう時には張りのある毛じゃないとダメなので、うん、腰がある、はい、あとアイラインとか、アイラインとか、うん、へ、場所によって違うんです。それも研究してどこに行ったらどういう毛があるとか、はい、なるほどね。もうじゃあそこまでにまずそのどこの部分に使う、うん、何の毛がいいっていうのをたどり着く前の段階、まさにお父様があの、まあ、熊野に訪ねてこう、はい、門を叩いたところあたり、ちょっとお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、あの先ほども言いましたけれども、はい、ごめんなさい重複して、いえいえ、そのアメリカの会社っていうのが、うん、まあ、化粧品会社、大きな会社で、うん、あのそこから、まあ、当時で言うと、うん、今の、うん、まあ、中国とか、うん、
また頼みますよね、ちょっと工賃が安いところにいろいろ頼む、ベトナム行ったりいろいろ頼むんですけど、それが当時は日本だったので、アメリカは日本で作れないかって言ってきて、これは困ったっていうので、父は一人で広島へ行ったんですけれども、まあもうこんな高級な毛はないし、技術もないし、無理ですと。で、何度も言われたんですけど、何度もまあ足を運んで、もう和歌山にも行ったし、奈良にも行ったけれども、ここしかないんですってお願いしますと言って、でそのしつこさにもうへきへきとしたんですよね。もうお酒飲まして帰しちゃえみたいな感じで宴席を持ってくださって、でそこでまあお酒を飲みながら話をしてたんですが、その時にお話をしてくださった方っていうのが、その熊野町の筆の協会の一番の会長さんだったんですね。その人と飲んでるうちに、まあ、世間話いろいろしてたらば、たまたまですけど、少年飛行兵の先輩と後輩だっていうことが分かったんです。お父様ご自身、はい、そういう時代だったんですね。そういう時代だったんですね。少年飛行兵ってことは昭和初めぐらいのお生まれですか。そうですね。はい、そうなんです。多分同じぐらいのお父さん。そうですね。さっきちょこっとあの還暦のお話が出てきたので、そうかな。そうなんです。だからまあ、なんですかね、ご縁、これこそご縁で、じゃあしょうがない、後輩なら仕方ないって言って、熊野町の人たちを、まあ、分業なので、いろんなこう分担してやる人たちを、一人の人が全部を作るわけじゃなくて、なここはこの人、ここの絵の具の、はい、毛のなめしはこの人、はい、いろいろ違うんですね。そうです。でこんな壺みたいなのにこう毛の先を落として先をくくるんですけど、そのこれを掘る人も職人さんで、その毛の整える壺の掘る人、はい、これの加減によってこの筆の先の丸さが違ってくる。大変な作業なんですね。大変な作業ですね。ね、考えてみればお安いのかもしれないね。まあ一本結構一本さすごく、いいものは満タンですからね。まあ、もちろんそうですけど、何千円のもあるじゃないですか。まあね、そうです、ね。先ほどお話ししたリスの毛なんかは一生持ちます。それで洗うんですか。洗わなくても大丈夫な毛があります。あ、動物が持ってる、ね、あの油によって違うんですよ。あのリスの尻尾の毛っていうのはこう、すばしっこいので、そんなに油いらないんですね。だけれども大きな体、ヤギとか馬とかっていうのは、自分自身がこう油を出して温めるんですよ。でその油に我々の化粧品だったり皮脂なんかがつくので汚れてしまう。で汚れちゃったらやっぱり洗いたくなりますよね。でああいうゴワゴワの毛はまあ洗っても、まあ、出して、ただリスの毛なんかは赤ちゃんの産毛みたいなものなので、変に洗ってしまうともう固まっちゃって、で切れちゃったりなんかしますから、あの、まあ、切った毛と同じになってしまうので、もったいない。だから振り洗いしてくださいって洗い方のアドバイスをするんです。振り洗いね、はい、で振り洗いしてね、何回もこうゆすいでね、陰干ししてねって、あ、めんどくさいからお願いしますって言われちゃうんですけどお手入れも会社の方でね、はい、お手入れやってるのうちだけだと思います、おそらく。まあ、すごくそうやって職人さんが一本一本大事に作ってくれた腕なので、まあ汚れちゃった、ダメになっちゃった、わーって捨てるんじゃなくって、もう一回あの綺麗にして差し上げたらまた一から使えますよ。新品同様になるので、皆さん喜んでいただいてます。それはなんかそういうハケクリーニングじゃないですけど、そのなんか、そうですね、メンテナンスっていう形でうちで受け負ってます。あ、ちなみにあのお父様がその筆をねこうチェックされているお写真があるんですけど、はいはい、ちょっと写真出していただくこと可能ですかね。一番の写真だったんですね。そうですね、もう本当にだからそうやってやっぱり手塩にかけてですよね、一本一本。あの前にちょっとねお話をお伺いしたのが、はい、まあ、あの今なかなかもうリスの毛とかね日本で手に入らないっていうことで、なんか輸入されていらして、はい、これねこうやってこう整えて、そうですね、はい、あの最後の整えてますね、これは。今日櫛持ってくればよかったんですけど、この櫛も、あの普通の金櫛なんです。普通の金櫛なんですね。金櫛なんですけど、真ん中この毛が当たってるところがこんな風に減っちゃっていて、はい、金櫛が減る、はい、うわ、何本、指先のところも若干こうアーチになってますよね。はあ、そうですね、減ってる。へえ、相当だからもう私より長生きの金櫛なので、すごい。
からね、こうやって作られて、はい、一本一本だからこそ、そうですね、ね、ずっと使っていただきたいから、はい、手入れの、はい、お手入れも会社の方で受け付けていらっしゃるということで ね、 特にあの馬やヤギですと、うん、まあ、あのいっぱい市場にあるんですけれども、うん、リスってやっぱり希少で、はい、なかなかないですし、うん、ですけど大事に使っていただければ一生持つので、うん、なるべくだったらこうメンテナンスをして差し上げて、うん、だからうちで販売してるのだってそんなにお高くはないです。うん、あ、ちなみにまたね、あのシリーズでいろいろ話になって、あ、はい、あのちょっとずつシリーズ、あのなんていうんです、筆の種類が違うんですけれども、2の1の写真とか出ますかね。 あれは、はい、お名前何でしたっけ、ごめんなさい、ちゃんとね頭に入ってないですね筆、そうですね、これはあのスクリューブラシだったり、はい、あのありますけど、眉用、うん、アイシャドウ、アイホール、チーク、あのパウダーブラシ、カエデでよかったですかね、うん、これなんかねすごい、これ何の毛ですか、うん、これはやっぱりリスリスリ ス, リスイタチで、これはあの眉用ですので、あのちょっと、うん、あの違う毛なんですけど、うん、針のある毛ですね、うん、こう使い勝手によってブラシの種類や大きさが違うっていうことですね。そうですね、あの水彩画を想像していただけるといいんですけど、はい、面積の広いところはやっぱり大きい筆、うん、で細かく描きたい時には細い筆っていう風に分けて使うように、うん、あの顔の中でもやっぱり骨格に沿ってこうスポッと入ってほしいところとか、うん、ふわっと乗せたいところとかありますから、うん、はい、それによって毛を選び、形を選び、うん、あのこの辺は私が設計図を書いて職人さんにこの形でこの角度でこの辺から減らしてってねっていうのをサイズを書いて、そうなんですね、方眼紙に書いて送るんです。もうミリ単位っていうか、そうです、ね、まさに全部その、うん、あの御社 の, あのオリジナルの形なんですね。そうですね、はい、そうこうしてるうちにやはりあの、うん、メイキャップアーティストさんとかもいらっしゃるので、うん、こういう筆はできませんかっておいでになりますから、うん、それは相談しながら、あの職人さんと商談して、うん、あのメイキャップアーティストが望むようなものをお作りしたりっていうこともありますね、うん、なるほど。この楓は、リスリスリスイタチ、ちょっとミックスでしょうかね。ミックスっていうかね、あの、うん、水たぬきって言って、水たぬき、そこだけ聞くとね、え、たぬきって思うんですけどなるほど、ジャコウネコっていう名前だったり、まあ、色々、あ、いろいろ呼び方が違うんですね、ムジナって呼んだり、いろいろあります。 お化けねなんかちょっとね面白いですね、名前言っちゃうと可愛くないです、うん、化粧化けとしてはね、はい、そして 2-2 の写真ね、ランのシリーズでしょうかね、はいはい、出ますかね、これ何に使うのかなと思ってちょっとね興味深いんですけどね。これは大きなリスでチークですよね。はいはい、でこの、左から2番目のこれは、これはね、あのストレートに、うん、あの毛を揃えてるんですけども、はい、これも全然切ってないんですが、はい、これはあのストレート、あ、いわゆるこうシャドウをピシッピシッとこう、はい、なんていうんですかね、あのいわゆるハリウッドメイクじゃないですけれども、はい、こう、あ、ノーズシャドウみたいに、なるほど、ちょっとバッチリシャープな感じって言いますかね、あの作り込んだメイクをするため、はい、これはメイク学校から作ってほしいって言われた形です。そうなんですね、はい、で次のはイタチですか。そうイタチで、これはリップブラシです、うん、でかなり先がね尖ってますね。本来はあの、うん、今主流なのは平筆で、はい、平べったくこう塗りますけど、昔のメイキャップアーティストさんたちは、はい、あの小町筆って言って丸いこの、うん、筆で朱塗りみたいなね、はい、そうですね、歌舞伎の役者さんが使うやつ、うん、うあれでこうメイクをし、あのリップブラシ塗ってたんですけど、あの尖りが欲しいっておっしゃるので、平筆の部分からこうカーブを作って徐々にこう、はい、で尖らせて作らせたのがこれですね。あ、じゃあリップ用なんですね、はい、そして、真ん中というかこの左から今のリップの、はい、これはですね、宝塚の方たちに、はい、あのとても評判なんですけど、これダブルラインを作るって言って、あの、張りのある毛なので、この遠くからでも二重に見えるみたいな、目が大きく見せられるようなメイクをするためのハケ、はいはい、ですね。なるほど、パンポンポンとこう目の上に乗せる、乗せ方としてはこう倒して乗せるっていうこともできる、うん、
できるんですけど、これ立ててスポッて入れることもできます。ここ眼球隠れてるところ、はい、ここにスポッて入れるんです。あ、じゃあこう先がある程度細くなっているので、平たくて細くなっているからスポッと入るんですね、そのくぼみのところに。 うわーすごい、もう宝塚の方たちは、おー、美香さん宝塚のプレゼントにそういうレビューとか、ね、そういうので目をぐわっとね大きく見せるのにいいんでしょうね。ね、そしてこれもリスですか。そうです、これもリスですね。右から2番目のね、つくし型っていうタイプ、つくし型、はい、うん、あの宝塚の方とはちょっと違って、一般の方がここにふわんと入れるために同じ使い方します。ここにスポット入ります。そうなんですね。あ、じゃあちょっと柔らかくふわっと乗るような感じ で、ね、リスの毛っていうのはどちらかっていうと柔らかい色を入れる、うん、ふわんと入れたい時に使う、うん、でイタチの毛っていうのはパッとこうはっきり分かるように入れたい時に使う、うん、くっきり、はい、なるほど、その腰があるからこそあのちゃんとしっかりつくってことなんですね。そうですね、はい、なるほど。そして一番右のもやはりプロのこの、 あの先ほどのストレート斜めのをあのご要望になったメイキャップアーティストが欲しいと言ったブラシですね、はい、ちょっと一般の方には難しい筆かと思います。そうなんですね、はい、もうじゃあ宇宙人みたいなごめんくなるので、うん、パンパンパンとね、はい、そうですね、うん、この角を使うみたいです。あ、うん、なんか私あの水彩画で抽象画を描くので、はい、まさに これを使って、そうですね、ピシッと入れたいという時に、うん、そうですね、はい、なるほど、そういう使い方のでですね、はい、そして 2-3 はこれはあのこう一般向けにシリーズで、これはですね、あの、うん、写真がね、オファーがありまして、うん、これレクサスコレクションって言いまして、これじゃないんですか。そうです、これです。まさにあの実物がありますね、ミニカメラで撮れ、あ、ミニカメラそちらですね、うんうん、これがさ、あの、あらま、あらま、レクサス。レクサスがあのレクサスコレクションって言いまして、うん、その、まあ、オーナーさんが、うん、あのそこからこう匠の品物を選んでお求めになるっていうのに、うん、あのカタログに載せないかという話があって、うん、あの熊の筆のストーリーから何からその作り方、うん、を、まあ、プレゼンテーションしてほしいっていうことで呼ばれていってお話ししたらば、これ、まあ、これ第2弾なんですけども、あ、第2弾なんですね、はい、レクサスってあのこれ、ね、車のレクサス、うん、そうです、はい、あのそうなんですよね、シリーズで伝統シリーズで日本のものをアピールするっていうことをされてますもんね、ケースがこれがこうここにこう入る、そうですね、はい、素敵ですね、あのコラボレーションしたんですけど、あのこれは、はい、リバティというイタリアの、イタリアじゃない、イギリスのデパートの、あの花柄の可愛らしい、ね、ああ色が、色違い、色違いのラすごい素敵、あ、ケースももうさすがですね、もうレクサス様、でもこれこの柄がすごい、これはリバティの柄ですね、ね、でもこれ写真ですね、写真プリントで今の現代風の、すごい。色違いです、素敵ですね、 ですね、あ、こういうのもなさっていらしたんですね。そうですね、あのやはり小売りだけではなくて、あ、この、まあ、会社の名前が入った記念品になるようなものがないかですとか、うん、なんかこう会社の名前入れたいんだけどっていう、うん、提案してくれないですかっていうことはありますね。やっぱりね、あの、うん、そういう伝統的な技術を使ったもので、しかも皆さんにね喜ばれる、びっくりでしょ、素敵、ね、プレゼントしたら本当に ね、 そうですね、でも美香さんもまさにね、あの母の、なんだろう、あのだってね、一回も使ってないからね、何の毛だか分かんない、使いましょう、使いましょう、うん、私もあの実は田口さんに言われて、自分で以前あの購入したのにもったいなくて使えてなかったのを最近開いて使い始めましたただ熊の筆も本当にこのリスの毛が入ってるかどうかは怪しいもので、うん、さっき言った馬とかヤギだったりすると、まあ、ちょっと抵抗があるような、皮膚にはちょっと抵抗があるような筆かもしれないの で、 で、なるべくあの開けて触ってみて、うん、嫌だったらやめちゃう。あ、なるほどね、はい、その方がいいです。なるほど、やっぱり、うん、あの自分の肌に合う、そうです、そうです、でないと、うん、はい、ずっと使う価値がない、うん、ってことですね、ね、お絵かきじゃないや、絵描いててもそうですよね、同じです、はい、うん、使うの普段で普段外国とか行くと、うん、なんか化粧品とかを50ドルとか買うと、うん、筆とかのわーっていうセット、まあ、外国は特に日本はあんなにくれないけど、うん、ダーってくれるじゃないですか、うん、そういうのと
比べちゃってるから今びっくりしちゃったちょっとダーッとくれるじゃないですか。あの方たちに触っていただくとアメージングって言います、ね、あでしょ信じられないって言います。なのでハリウッドなんかでも持ってかれるメイクアップアーティストですよね。プロの方は逆にねもう女優さんにその肌触り感触でね、はい、嫌われたらもうおしまいですよね。そうなんですよね、そうなんです。なるほど、素敵だね。いやちょっとうっとりしたところで花屋敷元気情報いきましょうかね。最高の遊園地花屋敷情報です。お願いします、はい、そうなんですね。でも素敵、うっとりですねやっぱりね、触れてみると。でもこれをやってチークだけで他のことこれは、まあ、ハイライトもやるんですが、これが資生堂のザ・銀座っていううちがやったやつなんです。これでさえ今の中でリスじゃないんです。本当ですね。はい、こんにちは、浅草花屋敷です。本日はまずとってもお得な情報をお伝えいたします。7月1日日曜日は川崎市市制記念日です。浅草花屋敷では勝手にお祝いの日キャンペーンと称し、川崎市に在住在学在勤の方に対象とした入園無料キャンペーンを実施いたします。入園口にてお一人様につき一つ住所を証明できるものをご提示していただく必要がありますのでご注意ください。詳しくは花屋敷ホームページをご確認くださいね。そして続いてもお得情報、現在花屋敷では7月20日金曜日まで期間限定で初夏の学割を開催しております。学生証のご提示で入園ご会見が2000円、入園プラスフリーパスがなんと2700円でお買い求めいただけます。学生証はお一人様1枚必要になりますので、学生証をお忘れのないようにご注意ください。はい、そしてさて続いてですね、イベント情報になります。リアル謎解きゲーム夜の流星遊園地からの脱出が大好評開催中です。閉園した遊園地の中で開催されるリアル謎解きゲームの今回のテーマは流星、流星遊園地を舞台に星の使いの誤解を解いて不思議な遊園地の世界から無事に脱出することはできるのか。詳しい開催日やホームページをご覧ください。定期開催中の花屋敷プロレスリング、通称花プロは第9シーズンに突入。7月21日土曜日に花屋敷園内多目的ホール花屋敷座にて開催いたします。今回は夏男を決めるトーナメント方式の花プロハイパーということでですね、7月21日の通常営業中には観覧無料の花プロも開催いたしますので、ぜひお越しください。入園料は別途必要なのでご注意くださいね。そして続いてバーベキュー情報です。花屋敷バーベキューガーデン2018が好評開催中。夏といえばバーベキュー、お肉、そして遊園地。花屋敷では手ぶらでも雨でもバーベキューが楽しめます。またランチバーベキュー、ハッピーアワーバーベキューは事前予約にて入園料がなんとサービスとなっております。遊園地で遊んでからバーベキューへ、バーベキューをしてから遊園地ということもできちゃいます。ぜひぜひ夏の思い出作りに花屋敷バーベキューガーデンをご利用くださいませ。最後に花屋敷からのお知らせです。2019年に花屋敷の新しい象徴として新ホール花劇場、花の劇場と書きます、こちらがオープン決定いたしました。多目的ホールとしてライブや演劇トークイベント、展示会、商品発表会、さらには格闘技場など多様なイベントを開催いたします。花屋敷の原点である花園に立ち返り、多目的ホール、立体多目的ホールと、桜を掛け合わせた新たな花屋敷の象徴を築いてまいります。新ホールの建設に伴い一部園内は工事エリアとなっております。一部通行止めエリアと運休アトラクションがございますので、ご来園の際はご注意ください。浅草花屋敷は小さなお子様からお年寄りの方まで老若男女が楽しめる遊園地。浅草花屋敷公式ホームページやツイッター、フェイスブック、インスタグラムもぜひチェックしてください。ありがとうございました。はい、楽しみですねこのホールね。あ、そう、本当ね、歌劇場ホール楽しみです。工事中なんですね。いや、そうですね、でも工事しながらも、うん、ギュギュッと詰めた、うん、営業しております。見たことあります。見たことあります外から、はい、和太鼓習ってまして、浅草はよく和太鼓習っていらっしゃる。6丁目のじゃなくて
どこの話題が浅草いくつか話題そうですね、あの太鼓ラボっていうところなので、私はあの青山っていうか外苑前にあるところでやってますけど、先生の名前あの男の人じゃないですか。男の人いっぱいいますが誰だろう。あのこの間見に行ったんです、太鼓ラボ あのすごいフェスティバルみたいなのあったじゃないですか。あ、西方先生、東京シビックで、シビックホールで、あれを見に行ったんですよ。あれはもう全員出てました、私たちの先生。私たちも見に行ってましたし、見に行ってました、はい、見に行ってた。30周年記念のやつですよね。そうすごかった、あれは素晴らしかったです。そこでつながりました。でほらあのコブ、ニューヨークのコブとご一緒にやっていただいた先生がいて、うん、はい、その先生に習ってるのがお知り合いの方が習ってて、永田先生かな。さすがね、浅草の主でいらっしゃるね、美香さんね。もうすごい迫力あってよかったです、うんうん、ね、そう、ずっと先生たちから習っております。そうなんですか、うん、まあ、だから太鼓ラボさ、それ確かこうパンフレットに太鼓ラボっていきなり連れて行かれたからなんだろうみたいな、ね、やってらっしゃるんですね、うん、すごい。でもなんか秋田区出身とか、うん、そうですね、ですか。秋田はあの父が角館で母が横手なんです、うん、で市内で、あの秋田市内で誕生はしたんですけれども、うん、そのあの行ったり来たりですね、角館と横手と行ったり来たりです。そうなんですか、はい、横手とかも3歳まで2回ぐらい行ってたんで。本当ですか。ですよ、ね、焼きそばとかメロンパンとか全然、うん、私も横手は友達の関係で、1回訪れて、角館はまだね行けてなくて、あの素敵なね街並み、うん、時代劇 あの撮影場でね、あ、ありますよね、撮影でよく使われていらっしゃるっていうことでね。隣の大曲がりはね、毎年花火、あ、そうだ、花火ね、あれはなかなかね行けない、いっぱい人がすごくて、うん、へえ、いいとこですよね、秋田もね。いいとこですね。私てっきり熊野のお生まれなのかと思ったよくね言われます、広島出身ですか、その熊野とあの熊野古道は全く関係ないものと思っていたけれども、なんとか最初のお話でね、ちゃんとしっかりと関係性があったということがですね、ものすごい勉強になりましたね、うん、私も勉強になりました、本当に、なかなか ね馬と、うん、どうですね、馬と馬と馬をね、馬の毛ですよね、でしょ。でもそれも、うん、いいんですけど、これしか知らなかったらなんか、うん、これでなんかねやばいでしょ。もうね、あの実は私はういうあの何だろう、絵を描くのでやっぱり水彩だと結構リス毛のものとか使うので、この手のはそうですね、ただ絵もそうなんですか。あ、もちろんあのもう本当に高級品ですけど、コリンスキーとかあのフランス製のものとかいろいろある、ちょっと似た形状のものもあるんですけど、私の描く絵はこのタイプじゃないので、いつも売り場でわすごいお値段だなと思いながら、そうですよね、確かに本当原毛がなくなってしまってきてますから、本当貴重なんです。そうですね、なんかね、私はあの日本でできないかなと思ってちょっとね、うん、そんなお話もそうですよね、いろいろ情報いただいてやりたいなとは思ってるんですけど、うんうん、なかなかプロジェクト立ち上げるまでにはまだまだ全然至らない状態でね、うん、難しいですね。ブログをちょっと拝見したら、うん、あのセブのこの、うん、はい、それってセブのあのハケがどのように関係あるんですか。セーフティーエコロジーバリューっていう特許を持っている、はい、あの会社がありまして、あの、まあ、その昔って言いますかね、あの私が父から受け継いで、私なりに何かこの筆に付加価値をつけられないかなと思った時に、たまたま私は映画会社出身でメイキャップアーティストですとか女優さんを知ってましたから、あの彼らが何を欲しがるのかっていうと、あのメイキャップアーティストはまず疲れたくない、もうずっとこの形でやってるので腰が痛い肩が痛いみたいなことが、そうするとこの筆に何か付加価値つけるときにマイナスイオンはどうだろうかって思ったんですね。でそのマイナスイオンつけたいなって思って、ずっとこうなんかつけたいつけたいっていう風に情報発信をしていたらば、あ、うちセブやってます、何ですかそのセブってっていうことで、五反田に行ってその会社に、セブありますよね、はい、会社にあの訪ねていったら、たまたまそれも会長さんがいらして、でうちの筆は触っていただいて納得していただいた人に一本一本お売りして、でカルテにしてずっとあのやってるんですって言ったら、気に入ったっておっしゃっていただいて、うちもトヨタとかいろいろ大手 あの車会社から来るんだけれども、あの実は車につけるものなんですね、エンジンにつけたりタイヤホイールにつけたり
そうするとそのいわゆるエンジン音とか体にこう響くものが軽減されたり、あとこうエンジン音がうるさくなかったり、部屋の中がこう臭くなかったりみたいな利点がたくさんあるんですよっておっしゃるんで、でも筆につけるってどうなんですかねって言ったら、金属がこの部分にあるからこの内側に塗ればいいよって言ってくださって、でブラインドテストでメイキャップアーティストにちょっとこれ使ってみてくれるって言って渡したんです、何にも言わずに。田口さんもだって僕の筆は全部ジークリだよって言ってくれたんですけど、まあ試しにって言って、でどう良かったかどう悪かったか何を感じたかちょっと書いてって言って何人かに預けたんですよ、ね。そしたら化粧持ちがまずいい、いいね、いいですね、化粧持ちがいい、あと発色がいい、でなぜか分かんないけど冷たいって言うんです、ね、持ってるとここ金属部分、はって思ったんですけど、冷たいで体が軽いって言ったんですよ。違うんですねやっぱりね、違うんですね。まあいわゆる目に見えないものなので、なんとも私はそのセブに関しては、まあ、特許も取ってるし、会長さんも素晴らしい方だし、気に入ったって言って少しでしたけど処方してくれたのでありがたいと思ってるんですけど、何せ目に見えないから困ったんですけど、メイキャップアーティストたちに使ってもらったんですよ、その場で。色も使ってもらって、そしたら田口さんこれは何ってどこから呼ぶからなんでって言ったら、同じチップありますよね、チップ、はい、チップに色を乗せたけどセブの方は発色がいいんだけど、そういう違いが出てくるんですね。じゃあ水彩画でもやってみる。リップブラシでやったら、いわゆるその油臭い匂いが、発色がいいねえ、でもね、あるかもしれない。そういうものってあるんですね、なんか私が思うにはその空気中の何やらをこう除去するとかっていうことで、水分と何か関係があるんじゃないかなと。その吸着性がいいだとか発色がいいだとかっていうのはそんなことかしら。ジークリエーションさんで買えるんですか、そのセブに関してはうちで、はい、やってるんですか。セブさんでも買える。セブさんでは買えないです。買えないですね。セブって書いてあったから私ブログを見て、あ懐かしい。あ、そうなんですよ、ご存知なんですね。みんなね、首のね、あれにねすごい肩こりがすごい。石川亮君がね使ったから、ね、そうかやってますね、あれがそうなんだ。もう 6,7 年前からみんな仲間がみんなつけ始めてこう、ね、私の個人的なリップブラシはセブです。すごいノリがいいし、いわゆるその油の酸化の匂いがしない。そうなんですね、油の酸化の匂いがしないってすごいですね。そうですね、でやっぱり通常 そのクリエーションさんの商品よりは少しちょっとお高いわけです。そうです、セブ処方してある分高い、そのセブが高いので。でもプレゼントとかにいいですね。いいですね本当に。セブにそどこに行けばか、お店に行けば買えるんですか。あ、はい、インターネットでも一部扱ってます。ネットにね、ブランド名で入れた方がいいんですかね。ジークリエーションさんっていう。そうですね、ジークリエーションでカタカナで、サシスセソニジで中点が入って中黒が入ってクリエーションってね、はい、検索して、銀座にお店も、はい、あります、はい、25年目に入りました。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。銀座で25年ね。なかなか一丁目ですか。今は一丁目ですね。隠れ家的なね、やっぱりカルテを作っていただくっていう形。じゃあ普通にフラッと入っていける感じじゃないですか。そうですね、路面店はもう6年前に引っ越しをしまして、ビルの中に入って、今はちょっとマンションの一室みたいな形なので、サロン的に今はなってます。予約制でしたね。そうですね、予約制にしていただいて今日はここへ来れました。身動き取れますね。そうです、はい。やっぱり今日ね改めて触れさせていただいたんですけど、はい、全然やっぱ違いますね。ちょっとびっくりしちゃった。すごいですね。なんかこの毛がもうなくなってしまうので、なんとかしたいですね。なんとかしたいですね。本当にね、日本のものづくりの現場ってすごく、いい職人さんがいて、いい
環境はあるんですけれども、うん、実際材料とか、まあ、これはね、はい、もうまさに道具でもあるんですけど、 そうですね、そのなんていうか、その道具を作る方たちが減少してきちゃったりとか、あのすごく際どい状況ですよね、はい、それを海外の方が、まあ、田代先生の会の時なんかはやっぱりあのチョークの会社を海外の方が、うん、はい、まあ、買収してっていうか、ね、うん、そういうのとか、まあ、三河の会社なんかは国内ですけど、うん、ただ質がすごい落ちちゃってて、私使う時も腹立たしぐらいになってて、そうですか、値段も上がったのに質が落ちちゃったりとか、はいはい、まあ、そういう問題がね、うん、ただ起きてますけど、まさにあのいいものを作っていらっしゃるからこそ、うん、なおのことね、それを、まあ、実感問題をね感じられて、そうですね、この毛がなくなってしまって、それを扱う人たちがいなくなってしまったらば、うん、あの化粧ブラシだけじゃなくて毛質の方もなくなってしまう、そうすると、うん、伝統芸能で伝統工芸である熊の筆自体が危ないですね、危ない、はい、で筆を使っていろいろ蒔絵だとか、はい、それこそ繊細な作業をされている方たちも困るんですよね、うん、で逆に言うと変な話があの長持ちをしてしまうからこそいいもので長持ちをしてしまうからこそ、はいはい、すぐにそれ気がつかないんですよね、あの失敗しましたね、うん、いやいやいやあのいいことなんですけど、そうです、ね、だから私の知ってるその京都の染め物屋さんの、うん、もう代々継いでおじいちゃんのハケっていうのが、うん、その彼がもう減ってきたから注文しようと思ったら、はいはい、いやもうそれできませんって言われて、うん、終わっちゃう、濡れネズミの生きた濡れネズミから取った毛 で、ね、うん、で作んないとダメなハケだったそうなんです、うん、そういうね、気がついたら足元物がなくなってるっていう、そうですね、うん、まあそんなこともちょっと訴えつつの今日は、はい、共通点がねあまりにもあって、はい、まあ、絵を描く筆とその、はい、まあね、お化粧の筆って全然、うん、あの作る工程も違うし、その先ほどのその壺っていう存在、はいはいはい、私全然知らなかったんですけど、はい、まあ、多分絵も絵筆も多分あるのかもしれないんですけれども、ちょっと絵筆を作ってる国に行って見ようかしらって思ってますね、うん、なんか動かないとやはり、はい、あとこのようにアウトプットして毛がないと、扱う人もいないということを言い続けていかないと、うん、もう熊の筆はなくなってしまうので、うん、これはちょっと危機です、本当に。そうですね、本当に、はい、あの海外の方とか買い占めたりする人とかいるんじゃないですか、こういうの。結局今までは中国に行って買ってきてたんですけど、うん、もう目利きじゃないとあの変なものを捕まされたりすることもあるので、うん、宝石と一緒ですね。そうですね、その中国の方たちがもうあの毛を扱わない、他の仕事の方が儲かるって言って食害をし始めている、うん、そうすると、あ、じゃあ今度どこで買う。で、父の時代は中国で良かったと思うんですけど、うん、今考えてみたらもうその後ドイツもロシアも統合されましたよね、うん、なので中国じゃなくてもいいのではって思ってはいます。ただどこにどう行っていいのかがまだわからないので、から私が筆のイメージだとフランスとかイタリアとか、あとドイツの方も結構ありますよね、うん、確かに、うん、そうですね、だから 山に近いところなんでしょうかね、うん、ああいうの作ってるの、うん、筆ですけどね、私が知ってる範囲は、でも似たような、ね、形なんですよ、やっぱり。そうですか、うん、こういうふわっとしたような、リスもありそうですか。リスも、うん、リスあります、うん、だ多分コリンスキーってリス、コリンスキーはイタチ系ですね、イタチ系ですか、多分ね、でもリス毛もあったと思うんですよね、あのカタログ見ると出てたりしたんで、そういうところに行って、まあ、処理をしたものを手に入れられれば、そうなんですよね、処理をしなきゃいけないんですよ ね、 そうなんですよね、なかなかねまあでもこれだけね素晴らしいものを、素晴らしい、もったいないですからね、ずっと使えるものだし、肌にはやっぱりこのくらいの毛のものを使わないと傷がつきますから、これじゃ気持ちよくてあの化粧して気がついたら真っ赤っかになってる気持ちよくてなんかこううつらうつらうつら、なんか顔じゃなくてこう首あたりをこうってやりたくなっちゃったね、え、本当に、まあ、あっという間になんか、ね、うん、お話をお伺いして、はい、いろいろお持ちいただいているんですけれども、これはちょっと熱いかなと思って自分用の扇子でした、失礼しました、それも履けかと思っちゃった、これがあの実は
ダイヤモンド1キャラットが入っているルースパウダーです。うわ、ダイヤモンド、ダイヤモンドなんです。1ルース、で、うん、そうですね、ハケとどう、あ、これでハケを使って、ハケを使って、で最初はこのリスでつけて欲しかったんですけど、このリスの毛がもう職人さんがないっていうので、こうやってちょっとつけてみてください。え、ですか、どうしよう、こんな T シャツでラフな格好してきちゃう。お風呂入れないとかみんな言い出すんですけど、入れない、キラ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 、あの、毒々しくないと思うんですね。あね、自然の、はい、うわー、贅沢。でこれ、こういう、あの、ここにつけちゃっていいんですか、どうぞどうぞ、この辺とかね、あのパーティーですとか、あとブライダル、キラキラ、うん、ブライダルなんかに、あのメイキャップアーティストが欲しいって言ってくれてるんですよ。すごいです、ね、あ、確かに。うわ、このこれも、うん、キラキラしてますね。でこれ、この毛がもう作れないというので、あのこれ私も設計したんですけど、これもお高いでしょうけど、これもお高いんですよ。これもね、うん、これがついて、うん、でついてるんだ。今流行りの人工毛なんです。月がやっぱり人工毛、はい、今もう職人さんたちも人工毛にどんどんこう変えていってるんですよ。うわ、ほんとキラキラで、しかも何でしょうね、ほんと嫌味のない、うん、この技術をね、これもあのダイヤモンド削るのも日本の技術ですし、この筆をつける、ね、これでは映らないですね。でもそれ使った後だと分かりま す、ね、かります。使ってなければこれで十分分かりません、うん、分からないですね。あの、その前のを使っちゃうと、あ、違うって分かるんですね。ですごく高くなってしまうので、これをつけちゃうと、でこっちにしようということ で、はい、これも扱いは楽なんですか、どっちも別にちょっとさ、振り洗いですか。それはもう振り洗いで全然大丈夫です。勝手に持ってますけど、はい、これこちらですね。なんかあの、通販、まだね、通販番組。いや、あの、これこれから商品化するんですけれども、そうなんですね、はい、すごい楽しみ、うん、じゃあ、これはジクリエーションというブランドさんじゃなくて、グリムタルスさんの方の、ダイヤモンドを扱っている銀座 の、はい、あのサロンさんがあって、はい、そこの社長とうちと、まあ、銀座、ザ・銀座チ、ザ・銀座チーム、ダイヤモンド、ザ・チーム、ザ・ギャラムだっけ、ザ・チーム、ザ・銀座、あれおかしい、ダイヤモンドを扱いましょうという、はい、あのチームを作りました。わあ、素敵です。これがセットになるわけですね。はい、そうですね。こちらね、ちょっとそちらに移るかしら。はい、やりますよ、はい、すごい。じゃあこれは有限会社グリフ田口さんのホームページか、ジクリエーションさんの、ページで、キラキラです。あの、欲しいっていう人がいっぱいいっぱいあって、うん、でもこれブライダル系とか、いや、これあの男性が女性にプレゼントしていただきたい。最高ですね。いいですね。1キャラットのダイヤをね、うん、ダイヤモンドの指輪だよって渡されるよりも、うん、これが欲しい、うん、男性はあの、うん、それを覚えておいていただいて。じゃあすごい1キャラット分のお値段になるわけですか。なかなか1キャラットの指輪っていうと、あの、もらう方も重たいですよね、ですけど、それほどの値段にはならないで済むと思います。それほどだったらちょっとね、とても手が出ないですね。寝ないですね。じゃあお値段もろもろは、また、ね、申し込み者が多ければ多いほど安くなります。なんかあのオールライトニッポンの書き込みにもいろいろ書いていただいて、ご意見いただければぜひ、そうですね、ね、はい、よろしくお願いいたします。ということでね、あっという間残り1分ということで、今日もバタバタとスタートいたしましたが、ね、あの今ロシアで行われているワールドカップの方もまだ、それが黒なんですね、うん、そうそう、昨日の夜ね、あのセネガル戦2対2ということで、まだ続きますので応援しましょう。それでは本日は、有限会社グリフ田口、そしてジクリエーションという、ね、熊戸化粧筆のブランドの扱っていらっしゃいます、代表取締役田口ゆかりさんにご登場いただきました。本日は本当にお忙しい中ありがとうございました。私たちができる